はい、これから新型レヴォーグのテストですね。まずエンジンかけた時のデフォルトが、まあ、コンフォートになってるんですけど、まあ、新型旧型と比べてパワートレインとボディプラットフォームとアイサイト全部変わったんだよね。だから新旧の違いで言うと、まあこの走りっぷりというよりもね、やっぱりエンジンのパワートレインのこのアクセル踏んだ時の、下の応答性とかね、まあ、実際 1.8 リッターになって、まあ、パフォーマンス上がってるんですけども、まあ、アクセル踏んだ時のドライバビリティがすごく付きがいいですね。これだともうなんか CVT が嫌だなっていうのは言えなくなったね。もともとスバルはまあ金属ベルトを使ってるんですけど、ここハーシュネス、うん、ハーシュもやっぱり旧型よりも良くなってるね。まあ、パワートレインがね、なんか劇的に良くなってますね。で、2周目は、今度モードをですね、コンフォートからスポーツプラスに変えます。なんかシフトアップの時にちょっとうーんっていう、こういうのがあって、ふんっていう感じじゃないけど、この辺は、なんだろう、 CVT の制御スポーツプラスのなんかちょっと引っかかるところは感じましたけどね。ちょっとスポーツでやってみるとどうなんだろう。うん、スポーツもやっぱりシフトアップの時にね、ちょっと段付き感はあるんだけど、まあでもね、圧倒的に前のエンジンより良くなってるね。まあスバルでエンジンがいいなんていうのはもう本当にレオーネの時代じゃ考えられなかったけど、まあ、やっぱりインプレッサーあたりでガンガンターボパワーを上げて、まあ、モータースポーツでエンジン技術鍛えてきたから、その辺はやっぱりちょっとすごいな。ということで、まあ、エンジンはすごく前のより良くなってるけど、足はね、結構前のモデルのレヴォーグもそんなに悪い車じゃなかったから、まあ、でもこれ新しいプラットフォームなんで乗り心地とかフラットライドの感じがいいですね。